はい、ユーレックスです。さあ、今回ね、前回に続いて草アロエの、超絶育成術大公開ということで、今回はお水やり編を、皆さんにお話をしていきたいと思っています。はい、じゃあ早速お水やりに関してなんですけど、このね、お水やりって皆さんね、こう特にいろんなこういった YouTube とか SNS とかでいろいろとね、ヒントを得るために見ると思うんですけど、やはり一番はこうね、どれぐらいのペースであげたらいいのか、1週間おきなんか、そういったちょっと数字で分かりやすいのがいいと思います。でもう一つがこうね、その判断基準ですよね。どういったタイミングであげたらいいのかっていう、その判断基準材料ですかね。そういった見た目で分かるようなことがあるとすごくいいっていうことだと思うんですけど、このアロエに関してはね、以前このチャンネルでもお水やりに関してお話をしました。でそのね、動画はアロエ全般に対してね、いろいろな種類があって、その品種ごと、まあ属性ごとにこうやってね、いろいろとお水やりのタイミングを上げてくださいっていうことをおっしゃってしたんですけど、その中でね、こういったね、今葉っぱハイブリッドなんですけど、こういったハイブリッドかとかって葉っぱって、特にね、水がなくなってくるとだんだんね、内側に丸まってきます。はい、っていう目安でお水をあげてくださいみたいなことをね、お知らせをしました。っていうのが前回のそういったね、アロエの全般の、お水やりに関してだったんですけど、今回この草アロエってね、もう見た目は雑草だし、葉っぱは細いし、葉っぱが内側になったところなんてちょっと見分けができないっていうところだと思うんですよ。この草アロエに関しては一番判断基準として分かりやすいのが、葉先がね、ちょっと枯れ込むっていうところです。今、もう見ていただけると分かるんですけど、ちょっとね、茶色い部分ありますよね。これ今ね、葉先が枯れ込んでるんですけど、ここはやはりね、葉っぱが細い部分、ね、お水を貯蓄する花粉植物とはいえど、やはりね、だんだん葉先からね、枯れ込んでます。今、梅雨時期なので、まあね、ジャブジャブ上げるというよりかは、ちょっとね、高温の湿度をちょっとしないように、ね、梅雨の雨ざらしみたいな感じで、アプリと、ね、天気予報を確認しながら毎日お水をあげてるって感じなんですけど、まあ、その中でね、まあなので5日から1週間程度、数字で表すとそれぐらいのペースであげてるってことになるんですけど、それでもね、やはりちょっとこういった葉先が枯れ込むのは、まあ、お水をあげる量であったりとか、まあ前回の置き場所、それでちょっと日差しが強かったりするのかなっていうイメージなんですけど、まあただね、この葉先が枯れ込む姿もちょっとかっこいいっていう方もいるので、そこはね、ちょっと、まあ、全般として、この草アロエを美しく育てるっていう意味でちょっとお話をしていきたいんですけど、まあね、やはり今お伝えしたように、葉先がね、枯れ込んだタイミングが一番まずね、ポイントとしては、お水をあげるタイミングなのかなと思います。でも、とはいえ、やっぱり綺麗に美しく育てたい時って、葉先が枯れ込んでからじゃ遅いよってなるし、いや、枯れてるじゃんってなっちゃうので、なのでそこの判断基準がすごい難しいんですけど、僕がね、いつもそうやってやってるのが、まあ一番最初に、前回の動画のように置き場所を決めて、お水をね、0日にあげて、例えば、1週間後、10日後になった時に、葉先がどうなったのかを見ます。葉先がちょっと黒っぽくなった、赤っぽくなった、黄色っぽくなった、まあちょっと枯れ込んだみたいな感じで、どれぐらいのペースになると葉先が枯れ込むかをまず判断基準としてみます。で、一つその置き場所がね、決まると、だんだんそこからね、あ、これぐらいのペースであげると葉先が枯れ込んじゃうから、まあ、それ以来に水をあげようっていうね、タイミングになります。まあ、なので、見た目としては葉先が枯れ込むっていうこのタイミングをまず、0日目からどれぐらい経ったら葉先が枯れ込むのかっていうのを見るのと、あとね、そういったタイミングでお水をあげたとして、もう一つは、僕はね、このアロエに関しては、まあ植物全般そうなんですけど、やはりね、こう根からお水を吸収して、中心部分から最終的に葉先へお水が、ね、栄養分が送られていくわけなんですが、もちろんこういったね、草アロエも根から吸収して、中心部分から葉先へ吸収していくってことなんですけど、その中でね、やはりお水を貯蓄している分、こうね、根元の部分、根っこに近い部分や根っこのこの下の部分の方っていうのは、やはりね、貯蓄している部分が多いので、ちょっと触ってみると、プニプニしていたり、肉厚が感じます。でも、葉先に行けば行くほど、やはり貯蓄している機能も少ないし、ちょっとね、まあ、ペラッみたいな感じのイメージなんですけど、僕はいつもね、その葉先では判断できないなとか、ちょっとそれだとね、枯れ込みすぎちゃうから嫌だなっていう時は、そういった意味で根元をちょっと触ってみて、ちょっとね、その弾力具合みたいなのを見ます。なので、お水をあげて、一番潤っている状態、一番こう、何ですかね、こう、
植物として水を貯蓄できている状態の時に触ってみて、その弾力を覚えておいて、いずれね、そこからまた同じように、5日後、1週間後、10日後みたいな感じで触った時に、どれぐらいの弾力がなくなるのかっていうのを見て、猫水を分けたりします。で、草アロエに関しては、これね、お水をあげるっていうのは、こうね、こういった面積が葉っぱが多いところとかって、水滴が溜まったりして、そこからね、こう直射日光とか日光が当たってしまった時に、葉っぱにダメージだったり、葉焼けをしてしまったりとかあるんですけど、こういった草アロエに関しては、僕はいつもお外でシャワーでジャーって上からあげてます。まあ、っていうのは空中湿度を高めてあげるっていうのと、やはり葉先が細い分、しっかりと全体的にお水が行き渡ってあげるようにお水をあげてるというイメージです。はい。で、もう一つが、そのあげるタイミングなんですけど、もう今特に、この梅雨の時期でも、もう真夏30度以上になって、これからね、もっともっと37、8度とか、40度近く日本ってね、気温が上がるので、その時に重要なポイントが、このね、高温による、このね、根っこのダメージっていうのが一番ね、植物って怖いんですよね。まあよく冬越しみたいな言い方もしますが、僕ね、この夏越しもすごく大事だと思ってて、このね、あげるタイミングを間違えてしまうと、高温による障害で植物がね、ちょっとダメージを食らってしまうので、僕はいつも特にこういった黒鉢って、皆さんね、よく育ててると、この黒が多いと思うんですけど、やはり黒って熱を吸収しやすいですよね。まあ、なので冬とかはね、逆に根っことか、そういった保温状態なのでいいんですけど、まあ、真夏とかって本当は白色がいいなと思いながら、今ね、いろいろとまだそちらの実験もしてるんですけど、こういったね、黒の時って熱をね、やはり、こう、こもってしまうので、こうね、真夏外に置いてあると、触った時にすっごい熱いんですよ。で、そういった状態の時にお水をあげてしまうと、さっき言った高温障害が起きて、こうね、ダメージがあるので、僕はいつも夕方、もう大体もう6時頃、もう本当に日が落ちる頃に、まず一回触ってみます。で、その時に完全に冷えてるなっていうタイミングで、お水をあげます。でもまだちょっとね、これからの時期はまだまだ多分6時、7時でもまだ暑いので、まあ多分8時、9時とかにお水をあげるのがいいのかなと思っています。なので、触ってみて、もうちょっとね、あ、もう冷めてるな、冷えてるなっていうタイミングで、お水をあげるのがいいのかなと思っています。まあ、なので、あげるタイミングとしては、まあ、本当に夜、触った時に冷えてるっていうこのタイミングがいいのかなと思っています。はい。まあ、今回ね、これね、お水やりに関してお話を進めていきましたが、ね、おさらいをすると、まず1ポイント目が、それね、まず、その葉先が枯れ込むっていうところのタイミングを、まず、計算してみるっていうことです。5日後なのか、1週間後なのか、14日後なのかみたいな感じで、皆さんの置いてある置き場所で、どれくらいで葉先が枯れ込み始めちゃうのかなっていうタイミングと、もう一つは根元を触ってみて、肉厚弾力がなくなってくるタイミングが1週間後、2週間後なのか、5日なのか、まあそれもタイミングを測ってみるって感じです。で、その中でお水をあげるペースを皆さんの環境の中で、こう計算してあげてあげる。で、あげるタイミングとしては、こうね、もう日も落ちて、触って、こういう黒鉢とかを触った時に、冷えた状態の時にお水をしっかりあげるっていうタイミングでいいと思います。まあ、今回ね、あくまでこの成長期、秋、今はね、この真夏から秋にかけてのお水やりの仕方をお知らせをしていきました。またこれからね、また秋とか、またこの冬越しになるとね、またアロエテって、そのね、完全に水切りをしたりとか、まあそういった感じでね、またお水やりの仕方も変わってくると思うので、またね、時期が来たらそちらのお水やりに関しても、お話しできたらなと思っております。はい。今回ね、またこういった感じで、このね、2回に続けてこの草アロエの置き場所編と水やり編でね、お知らせをしました。何かね、皆さん、参考になっていただけたらすごく嬉しいです。はい。今回もね、この動画、水やり、アロエ、この草アロエ、ぜひね、この、見て、葉先もかっこいいなと思った方ね、ぜひね、高評価、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい。これからもね、また、アロエに特化したね、またこの動画をどんどんアップしていきたいので、ぜひこれからも応援の方よろしくお願いいたします。はい。それではね、また、お会いしましょう。